奥山周り。奥山周りとは、加賀藩が立山と白山の奥山での国境警備と、杉、ケヤキ、ヒノキなど重要な樹木七種、七木の保全のために組織した、県文役である。これは十村文役の一つである、山巡り役への火薬、または、県薬として命じられたもので、独立した薬名ではなく職名であり、奥山周り、御用とも呼ばれる。ここでは、黒部奥山、 立山の奥山での奥山周りについて述べる。江戸時代初期の地図は、立山の背後は空白であった。黒部川も、軽流から中流にかけては描かれているが、上流域は山陰に吸い込まれるように消えている。反省初期、加賀藩にとって、黒部奥山は未知の世界であった。しかし、戦国時代の笹成政のザラ峠、張の木峠、越市で、越中、 死なの間の最短の感動として、黒部奥山は、軍事上の要点であった。また、加賀白山の領土争いでは、幕府の朝廷によって、越前福井藩の領山とされた、苦い経験もあり、松本半島の境をなす、未知の奥山への重要度を認識していた。そのため、加賀藩では、慶長三年以来、地元の者を飯寄せ弔問し、役人を派遣して、実地調査をさせ、やがて、 奥山巡りを常設して、毎年巡視させた。領民に対しては、落ちじみり山として、縦山参りの正規ルート以外での黒部奥山への立ち入りを禁じた。その後、この奥山周りは、明治3年9月の廃止まで続いた。奥山周りの調査で最後まで空白だったのは、和柴岳周辺や水晶岳、雲の平ら、黒部五郎岳の周辺ではなく、後ろ縦山連峰の、 周辺であった。むしろ、北アルプスの採用地と言われる、三つ股連華岳周辺は、三国境としての重要地点で詳細に調査された。後ろ立山連峰はその名のごとく越中側から見ると、立山の背後にある、採用地の山であり、キレット等の痩せ尾根が続いている産業である。江戸時代初期の黒部奥山周りの記録には、 この辺五立山に至るまでのマシケンソワに、しかも通路小政府進行とあり、初期の奥山伊図では空白地帯であった。加賀藩書大藩主、前田利家は、慶長三年二月に、裏山村の百姓伝右衛門を召し寄せて、黒部奥山の様子を弔問している。この時伝右衛門には、令状として、前田利家陰板上、越中新川郡黒部奥山の疑事聞き,聞き、 記事機構がカフされている。この伝言門は、現那年間、越後国の浪人数百名が、黒部渓谷口,口の内山村に立てこもっているのを、密訴して、大事に至らしめなかった校舎と言わる。そして三代目、藩主、前田利次は、寛永17年12月、この祭り伝言門を五家門のため金沢へ召し寄せ、浪人、山賊などがいれば、 これを飯取り訴え出ることを内訳として命じた。さらに鏡、扇子、硯等を与え、武士にしか許されなかった乗馬も許可し、役義の重要なること、その苦労に対する恩賞をも表明した、前田都市継印番上。これが奥山回り御用の始まりである。女王二年には、足倉寺村十三郎と、 殿村ム郎シロウが五七前二十票で、新川郡山周りとして命じられ、遠方元年には、足倉寺村五左衛門、吉野紀右衛門、内山村三郎左衛門が、七木落ちじみりのために五大漢文を役領として、山巡り役を命じられた。加賀藩お定め書きによれば、奥山は、新川軍立山と白山渓谷より、奥の地域を指している。 黒部奥山に限ると後立山、鹿島や槍ヶ岳を境に北部を、下奥山、南部を上、奥山と呼んでいる。県分ルートの主な変遷を下に記す。越中と品の越後との国境をなす。完成年間に、祖母国に名番が発見されると、ルートが拡大した。高下年間になると、境勝率により境目県分の必要性は薄れたため、お林山の管理においては、 蓮華山までとして、御立山方面はその地形の険しさから必要に応じて見回るようになっていった。越中と品の日田との国境をなす。元禄十年から十四年までは、幕府から提出を求められた国絵図を作成するために、奥山周りには特別に絵図御用が命じられており、山名、河名、暇ま道、方位、理定などを詳しく収集して報告している。 漢方年間頃から上奥山での討伐事件が相次ぐようになり、ルートが拡大した。奥山周りの実施は、登山期の6月から8月に、通常は上、奥山と下奥山で各年に行われた。この実施者としては御用番から、奥山周り、御用を申し渡された横目が派遣する、横目足軽を選び、この横目足軽2名と御三用上から通達を受けた。 文部業から奥山周りあるいは奥山周り火薬として山巡り足軽数名とその年の山巡り役2名から4名が当てられ、これに染ま人足が10名程度加えられた。もちろん人数は随時変えられていて、最初期には全体で数名程度だったものが、討伐事件が続発するようになると染ま人足が30人にもなり総勢40名にもなることあった。 これら奥山周り御用のパーティーが入山しての行動は、長い時には二十日間にも及び、大量の食料などを傾行し、決まった場所に小屋がかりしたり、農軸などで夜を過ごし、図書できない場所では橋を架けたりといった大変なものであった。しかし困難な登山の間にも珍味である岩竹を採取したり岩菜を釣ったり、ウサギやライチョウを捕らえて料理している。 上奥山の御谷でのの塾では、横目方を招いて、主演を開いている。この時のこんだけの記録ではと豪華なものであった。奥山周りの初期の目的は、国境警備であったが、次第に世の中が安定してくると、木材討伐や密貿易の取り締まりに重点が変わっていった。この黒部奥山へしきりに出没したのは、新州のそまであった。 奥山周りらはこの取り締まりに難儀した。そまたちは、奥山周りが近づくといち早く逃げてしまう。逃げ去った後の討伐現場で奥山周りは、討伐法屋を焼き払い伐採道具を没収して、木材を押収した。しかし木材を越中側へ運び出すのは困難であるため、仕方なく新州の木材業者に呼びかけて払い下げたが、足元を見られて、安く買い叩かれた。 しかしその木材業者こそソマたちの元締めであった。カエ二年に、ハリノ峠に建てられた木札には、表側に、奥山周り四名の名前と裏側に、ソマ党二十人、平イラソマ人と書かれている。新州側が国境を黒部側と見ていたように、加賀藩でもその反省初期から国境については、漠然とした認識しか持っていなかった。しかし次第に増える討伐事件によって、 国境を明確にする必要に迫られ、ため、安永元年の調査で、加賀藩は国境の筋目を決定した。しかしこれは、加賀藩の一方的な決定であり、討伐事件を防ぐ助けにはならなかった。その後法暦九年、加賀藩では、他国から材木を買うことなく自国の領内で、賄おうと、黒部奥山の伐採事業を進める。ただし黒部側へ下ろすルートだけでは、 困難なので新州側へも搬出したいと考えるのは当然であり、藩士の名古屋彦右衛門が秘密裏に新州へ赴もむいて松本藩と接衝している。そして天保九年にようやく松本藩との間で堺勝率という決着を見た。これにより、加賀藩は奥山周りなどが松本藩の領内を通行することや伐採した木材を搬出することも得たのに対し、 松本藩は塩の供給を得られるようになった。この後も上奥山の奥山回りは続けられたが、梁の木谷で討伐行為が発見されることはほとんどなくなった。明治時代、廃藩治験が行われる前年の1869年、明治3年、加賀藩の奥山回りは廃止された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。